こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化をお届けしていきます。馬肉鍋、桜鍋といっても、もう馬肉だけですね。もうはっきり言えば馬肉煮です。馬肉を煮てるだけ、馬肉煮です。で、こっちはもやしキャベツ炒めですね。もやしキャベツ、正直この2日間、3日間、もっとかな、食べてる馬肉でまだお腹空いてないです。まだお腹空いてないですが、欲がありますね。食欲という欲が、その欲を満たすためにがっちり馬肉を食べます。で、キャベツもやし炒めですね。はい、500g の馬肉を煮たものです。 500g の馬肉ですね。で、キャベツもやし炒めです。で、肝心の体重ですね。体重、これが大事です。何キロになっているか、太っても構いません。思いっきり太ってるでしょうね。あ、思いっきり太ってます、思いっきり太ってます。はい、体重 55.9 キロ。うわー、すごい太ってます。体重 55.9 キロ、体脂肪率 13.1、 基礎代謝 1308、 内臓脂肪レベル4、筋肉量 46.1、 マイナス筋肉量とかマイナス2、推定骨量 2.5。 もう一度です。体重 55.9、 体脂肪率 13.1、正直太っても構いません。精神的なチックの症状ですから、もうストレスを一切かけないように、食欲も解放してできるだけ楽な状態にいることにしました。はい、今日はこれで終わらさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。